お疲れ様です。パーソナリティのリコです。今回は、こんなことならパパの言うことを聞いておけばよかった。と、ある女性が初めての日本旅行で本気で後悔した理由とは、をお送りします。近年、観光大国として世界から注目を集めている日本。その理由には、普段から日本で暮らしていると気がつかないような日本の素晴らしさがあるようです。順番に見ていきましょう。1. 外国人観光客が驚く日本のいいところ。一つ目は治安がいいことです。日本の治安がいいというのは日本人でも認識しているところだと思います。女性が一人きりで夜道を歩いていても多くの場所では問題ありません。また落とした財布が見つかることもあるというのが外国人観光客には信じられないことのようです。また電車やバスなどの公共の場所で居眠りをする日本人。これは海外の方からすると日本の奇妙な光景の一つだそうです。他国では親から公共の場所で寝るとスリに遭うぞと教えられます。なぜなら海外では寝ている間にカバンや貴重品を盗まれる可能性が高いからだそうです。そうやって育ってくると日本に来て電車で居眠りをしている人を見かけると驚くのも納得です。そんな日本の治安レベルが当たり前という認識で海外旅行をすると非常に危険であることも事実です。海外に行く際は気をつけてくださいね。2つ目は店員のサービスの高さです。外国に行くと日本の店員によるサービス力の高さがよくわかると思います。これには昔からお客様は神様という考え方が日本に浸透しているからかもしれません。海外では会計の際に店員も客も終始無言であることが多いので、いらっしゃいませ、またのお越しをお待ちしておりますといった感謝の言葉を述べる日本人店員に対して外国人観光客の多くが驚くそうです。さらに日本ではデパートや高級ホテルだけでなく、スーパーや街の食堂などの庶民的な店でもある程度サービス精神があるのが素晴らしいところですよね。同じように客側がごちそうさまでした、ありがとうなどとお礼の言葉を伝える文化も珍しいんですよ。3つ目はマナーの良さです。日本人はマナーの良さにおいて世界から高く評価されています。列を作って順番に静かに待つ、電車の中では大きい声で話さない、体の不自由な人には席を譲るなど日本では暗黙の了解のように感じますが、世界的に見るとそうではありません。また電車の中では通話はしないということは日本では当然ですが、海外では電車の中で通話をすることが迷惑になるという意識そのものがないため、たとえ誰かが大きな声で電話をしていても気にも留められていないのが現状なんですよ。4つ目は帝国通りに来る交通機関です。日本人にとっては時刻表通りに電車が到着するのは当たり前ですよね。たとえ数分遅れても遅延証明書を発行してくれることがほとんどです。しかし外国では遅れて到着するだけでなく急に運休になることもしばしば。それを聞くと数分の遅れでイライラしているようでは海外では生活するのは難しいと感じてしまいますね。5つ目は食事です。日本食の美味しさに驚く外国人観光客は非常に多いです。実際に東京はミシュランの星を世界で一番取得している都市でもあります。地方へ行くとその土地ならではの名産物がありますし、味も様々なので食べ飽きるということがないですよね。特に和菓子や懐石料理は色や形などの見た目が凝っているものも多いです。日本食のメニューは何を食べているのかはよく分かってないけど、
とりあえず見た目が綺麗だから美味しく感じるという海外の方の意見もあるんですよ。そして母国でも見慣れているマクドナルドなどのファーストフード店やサーティワンなどのアイスクリーム店には抹茶をはじめとした日本限定のラインナップがたくさんあることに驚くそうです。最後に四季です。日本人にとっては春は桜、夏は青々とした木々、秋はもみじ、冬は一面の雪景色などの四季があるのは当たり前のことですよね。しかし四季それぞれに美しさがあるという国はなかなかありません。いつ来ても違った表情を見せてくれる日本は何度来ても楽しめる国という認識が強いので、リピーター観光客も多いんですよ。日本に住んでいると当たり前に感じますが、世界的に見るとそうではないことがたくさんあったんですね。こんな日本を知った海外の方の驚きの声をいくつか紹介していきます。日本に行く前にパパから、帰りたくなくなるから絶対に日本には行くなって言われてたよ。こんなことならパパの言うことを聞いておけばよかった。夜暗くなってからでも安全に歩けることに感動した。私は冬の京都に感動しました。綺麗すぎて圧倒されちゃったもん。文字通り心を奪われた。私が日本を旅してる時に受けたカルチャーショックの一つが、どの自転車も簡単なロックしかしてなかったこと。旅をしててあんなに安心感を覚えたことはなかったな。日本を知るとアメリカが世界一の先進国だとは思えなくなってしまった。2. 外国人観光客が驚く日本のもの。それでは次に外国人観光客が驚く日本のものを紹介していきます。一つ目はカプセルホテルです。日本は比較的物価の高い国です。長期間滞在したい方が都心部で安く泊まれるところを探していると、必ずと言っていいほどカプセルホテルが出てきます。近年特に外国人観光客向けのカプセルホテルが増えていて、その先進的な外観は未来的でかっこいいと好んで泊まる方も多いそうです。施設によっては温泉やスポーツジムが無料で利用できたり、個室の中にはテレビやハンガー、洗面用具、さらにはパジャマまでもが用意されていたりするところも。女性用のカプセルホテルも増えており、予算を抑えながら安心快適に宿泊できると大人気だそうです。二つ目は公衆トイレです。日本のウォシュレット機能は世界でもとても人気があり、買って帰る方も多いほど。そんなウォシュレット機能が公衆トイレにも当たり前のように設置されていることに驚く外国人観光客がたくさんいるのです。また最新の高機能トイレでも日本では無料で使用できます。外国では少し綺麗なトイレは有料のことが多いのも日本と違う点。日本の公衆トイレは公洗浄便座はもとより、蓋が自動で開いたり水が自動で流れたりとびっくりするような機能がついている場所も増えています。手洗いにジェットタオルがついているのにも驚くようです。また世界の公共トイレの多くはドアの下の部分が大きく開いていることが多いです。これは防犯対策とされていますが、トイレの床に平然とカバンを置くという習慣もあります。日本の公共トイレはカバン置き場や引っ掛ける取っ手があったり、定期的に清掃員の人が丁寧に清掃してくれたりすることから、海外の人にとっては日本の公共トイレがとても綺麗に見えるそうですよ。3つ目はコンビニです。日本にいると24時間営業のコンビニが主流になっています。都心部に行くと数十メートルの間に何軒もコンビニが並んでいる光景も珍しくありません。しかし世界にはコンビニがない国も多いのです。
それも24時間営業で、生活必需品や温かい食べ物などが売っているお店は貴重です。レジ横にあるコーヒーマシンから出る挽きたてのコーヒーの美味しさにも驚く方も多いんですよ。さらに日本のコンビニは調味料や日用品も売っているし、銀行の ATM やコピー機などもあり、本当に便利です。外出先で急にトイレに行きたくなっても、すぐにコンビニで借りることもできますよね。これも日本が治安のいい国だからかもしれません。4つ目は食品サンプルです。日本では定食屋などでおなじみの食品サンプルですが、その巧みな技術に外国人観光客は驚いています。本物そっくりに作られた食品サンプルのついたキーホルダーは、日本のお土産として購入する人も多いそうですよ。5つ目はタクシーの自動ドアです。海外の方はタクシーのドアが自動で開閉されることには本当に驚くそうです。海外ではそういった機能がついていないことがほとんどなので、手で開けようとしてしまう方も多いほどです。また運転マナーやドライバーさんのサービス精神も世界の中ではかなりのレベルなんですよ。なんと降り際にポケットティッシュを渡され、売りつけられていると勘違いする方もいるそうです。最後にアイスコーヒーです。カフェやコンビニでアイスコーヒーを注文する日本人は多いですが、海外ではアイスコーヒーは一般的でないのをご存知ですか？というのも、アイスコーヒーは日本人が作り出したものだったのです。海外ではコーヒーフロートや生クリームが乗ったコーヒーはあるようですが、日本のアイスコーヒーのイメージとは少し違います。なので日本で初めてアイスコーヒーを飲むと、その美味しさに驚くそうです。他にも日本に来て驚いたものがたくさんあるようなので、いくつか紹介していきます。ピザポテトの美味しさに感動した。今度日本に行くときは10袋持ち帰るつもり。日本のトイレットペーパーはとても薄くて見た目より柔らかい。この技術、品質の高さは素直にすごいと思う。あんなに柔らかいトイレットペーパー、世界中で日本だけじゃないかな。どこにでも綺麗な自動販売機が置かれていることに驚いた。日本にはジュース、お酒、タバコの自動販売機が道路や駅のそこら中に設置されていることが不思議でならない。マスクの種類の多さがすごい。色がついているマスク、小顔に見えるマスクなど、薬局に行けば様々な商品が並んでいるのに驚いた。いかがでしたか？今回は外国人観光客が日本に来てみて驚いたことをご紹介しました。日本に対していい印象のこと、メイドインジャパンの優れたものがたくさんありましたね。これからも世界に誇れる日本の心を大切にしていきたいものです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッド評価とチャンネル登録もお忘れなく。